高塚佐和子は、日本の元皇族。高塚佐としの妻。元神宮祭主。君党は、君一党。旧名、高宮和子内親王。意味名は、和子。ご称号は高宮。お印は白木区。昭和天皇と皇順皇后の第三皇女子。天皇徳人と秋篠宮文人親王は老い。黒田清子は命にあたる。 上皇明人と、日立宮正人親王は弟、池田厚子と、島津隆子は妹、東、国重子と、久久有子内親王は姉にあたる。1948年に学習院女子高等科を卒業後、高野宮は、元寺住長、百武三郎の屋敷で一年余りの花嫁修行を、する。1946年から来日し、弟、 嗣宮明みやあとの家庭教師となった、米国人サッカイイージーバイニング夫人に、高順皇后の希望で、英語のお稽古として、夫人宅を訪問し、英会話を習い、米国文化を体験した。1949年11月23日、いとこにあたる大谷交渉との婚約が決まったと、報じられ、大谷家も前向きな意向を表明していた。秋の間、夫人雑誌は、 和子内親王といとこの婚約の話題で賑わっていた。しかし、バイニング夫人は、見合い結婚だが高野宮に拒否権があった、としている。翌1950年1月下旬に、明治神宮宮寺、高塚晋介の長男、利道との婚約が内定。戦後初の内親王の効果であり、また相手が元公爵家の着難ではあるが現在は、 平民のサラリーマンであることでも話題になる。これは、米国でも、天皇の御子、月給20ドルのサラリーマンと、結婚との見出しで報じられた。しかし、歳道と、和子内親王そして、天皇、皇后とはほとんど面識がない状態だった。同年3月3日に、農祭の儀が行われ、正式に婚約した。婚約中も歳道が、高宮が姉妹と暮らす。 暮れだけ寮を頻繁に訪れると、姉、東区西下子よりも、はるかに自由な交際であることも大きく報じられた。マスコミ報道を避けるため、和子内イ神は、定期的に、バイニング夫人宅に、英語の稽古で通っている機会に、年道も、夫人宅を訪問して、二人の時間を楽しんだ。バイニング夫人は、二人がロマンチックな気持ちで恋に落ち、似合いのカップルであったとしている。 1950年5月20日、結婚。左から高宮和子内親王、高塚佐俊道、昭和天皇、皇順皇后、皇太后和子内親王は、皇族妃であった姉東、国重子と異なり、嫁入り道具の食器も、はるかに質素で少なく、その分の金額を俊道と二人で楽しむレコードや、ラジオに使いたい意向であり、父天皇も娘の堅実さを喜んだ。 婚約中は、和コ内親王が主催して、代償様々なパーティーが開かれた。バイニング夫人や、その秘書、高橋種のために開いた内輪のパーティーでは、と道が作曲した歌曲を、和コ内親王や、妹グーたちが歌い、また、秋人親王も姉グーを英語で祝福して、神座を譲った。5月20日に結婚し、皇籍を離れた。花嫁衣装は、 姉東、国重子の婚礼の際に、丁名皇后が作らせたものだった。旧高松宮邸で行われた婚儀には、祖母皇太后、当天皇、母皇后も参列したが、翌日に、明治記念館で、高塚鞘側が開いた、披露宴には欠席した。なお、皇室天般制定以降、天皇の御子、並びに内親王の御位にある者が、皇族以外に嫁ぐのは、 初めてのことであった。和子は、新婚当初、マスコミに、将来の希望を問われ、質素で堅実な家庭を作りたいと語った。その後も、しばらく、高塚さ夫妻の同棲が報じられ、また夫妻も取材に応じていた。和子は1955年に一度妊娠したが、死産となった。1964年4月29日、生存者叙君の再会により、 内心王の未くらを遡って、君位等法勘賞を授与された。同年5月1日に、末妹の島津高子夫妻がワシントンへ向かう際には、盛大な見送りに、高塚瀬夫妻も参加した。1966年1月28日、利道が行きつけのバーである、銀座、いさりびのまま、前田道子宅で一酸化炭素中毒により、事故死。マスコミは、上司。 心中などとスキャンダラスに報じ、和子は、夫の死後、各種インタビューなど、こうの場への露出を避けるようになった。さらに1968年8月22日の深夜、自宅の台所に包丁を持った男が侵入。和子は口を塞がれるもすでで払いのけて玄関へ逃げたが、左右中指に、全治一週間の怪我を負う。昭和天皇は、こうした和子の不遇を暗示、 晩年は、赤坂御用地内に今日移すよう取り計らった。また、弟の皇太子や木人新郎も、西意用に和子を招き、皇太子一家ともに、海水浴を楽しむ写真が残っている。1974年、北、白川ふ子に続き、二人目の女性神宮祭主に就任。1988年に体調がかんばしくなく、退任、妹、池田厚子がついた。 1989年5月26日、父、昭和天皇の後を追うように、心不全のため死去、去年59。母書は、高塚紗や母大寺である、京都州京区の二村院にある、夫、利道との間に怖なく老いの勝負を養子に迎えた。勝負は、日本電気通信システム社長等を務め、2007年より2017年7月まで、 伊勢神宮大宮市であった。ウィキメディアコモンズには、高塚さ和子に関するカテゴリーがあります。和子内親王に関するカテゴリー。ありがとうございます。